はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は薩摩山の4回目ね、買いに行こうと思ったら値上げしてたってパターンをね、やってみたいと思います。さあすぐやりましょうね。薩摩山の4回目、1個70円のパンを何個か買う予定でしたが、予定でちょうどお金を持っていきましたが、1個90円に値上げしていたので予定より4個少なくなりました。パンは何個買う予定でしたか。さあ、線分図書きながらで、これも同じですね、1個70円のパン、ね、これを四角個買う予定だったんです。もうちょっと少ない方がいいな。70×四角円持ってったわけです。これが持ってったお金を全部。だけども持ってったら1個90円に値上がりしていたと。ねえ。戦争が起きてね。物流が止まったりすると物価が上がったりするわけです、ね、さあそしたらね、4個少なくなった。だから例えば 90×予定通り四角買おうと思うと飛び出ちゃうわけです。お金はここまでしかありません、ね、90×四角円は飛び出てしまいます、ね、で結局ね、どういうことかっていうと4個少ない。だからね、4個買えなかったんです。 90×4 の360円足りないんですよ。ここまでしかお金ないから4個分足りないということは360円足りないんです、ね、ここが足りない分、不足分で、これで線分図は完成です。でね、何が命かっていうと、70×四角と 90×四角の差なんです。この差が命なんですよ。ここが差でしょ？差は360円なんです。70×四角と 90×四角の差は360円。で、この360円の差はどうやってできたかというと、もう同じパターンなんですよ、これ。ね。70と90。1個あたり20円。1個あたり20円の差がついていって、360円の差になった。ってことは、360÷20 の18個ってことですよね。18個買う予定だ。18個買いたかった。だけど4個買えなかった。だから14個ですよ。そう、確認すると 70×18 は7は56、1260円。ね、で、90×14 は縮36、そう、1260。ね。だからパンは何個買う予定だったかというと18個。実際何個買いましたかって言われたら、これ4個引きますから14個ですね。さあ、じゃあその次、1パック120円の卵を何パックか買うつもりでちょうどのお金を持っていきましたが、1パック160円に値上げしていたので予定より4パック少なくなり、ね、40円余りました。卵は四角パックを買う予定でした。さあ、書きましょう。1パック120円の卵。で、予定だと四角パック買うつもり。だから、持っていったお金、必要なお金は 120×四角パック円だったはずなわけです。これが持っていったお金。120円120円120円とね。だけれども店に行ってみたら160円に値上げしていた。ただ
予定通り買おうと思うと飛び出してしまう。 160×四角円でこれしか持ってってないんだけど、これだけ飛び出てしまう、ね、じゃあこの飛び出たのがいくらかっていうと、まずね、4パック買えなくなったわけです、ね、で40円余ったんです。ってことはね、40円余ったってことは持っていったお金を、40円余ったんだから実際買うお金はこれ食い込む、こっち内側に40円の余りはこっちになって、でここからここまでが4パックの分ね、 160×4 の640円分の卵が買えない、だけれども40円は余る、そうとこうなるわけ。そうするとね、120×四角と 160×四角の差はこれだけだよね。これが差ですよ。ここからここまで。ってことは 640-40 のね、600円が差なんですよ。差集め算っていうのは 120×四角と 160×四角の差が命なんです。差はこの場合は640円、4パック分のお金足りなかったんだけど、でも40円は余ったからね、差はこっからここまでなんですよ。だから 120×x と 160× ごめんなさい、四角の差は600円。そしてこれね、この600円の差っていうのはどうやってできるかっていうと、160と120の差、1パックあたり40円の差ができる。で全部で600円の差ができる。だから何パック買う予定だったかっていうと、600÷40の15パック買う予定だった、ね、だから答えとしては15パックですよ。だけれども実際4パック買えなかった、だから11パックですね。で11パック買って40円余った。で確認すると 120×15、 予定は 120×15、 これ1800円ですよ。で11パックしか買えなかった、ね、16×11 は16、16、176、1760円、1760円に余った40円を足すとやっぱり1800円になります。合ってますね。確認はいいですね。ね、これが差集め算のね、値上げのパターンです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。次回もう一回差集め算で、速さの差集め算をやって次行きましょう。では今日はここまでにしましょう。